本州四国連絡橋は、本州と四国を橋などで結ぶ、道路、鉄道ルートである。本州四国連絡高速道路株式会社及び、独立行政法人日本高速道路保有、債務返済機構が管理、運営し、以下の3ルートがある。右から、神戸、鳴門ル,ルート、小島、境出ルート、小野道、今治ルート神戸、鳴門ル,ルート通称、赤石海峡大橋、小島、 境出ルート、尾道今治ルート1999年5月1日の、尾道今治ルートの開通をもって3ルートが揃い、事業としてはほぼ完成している。ライフライン、本州四国連絡協は、四国4県の人々の人命を守る、防災目的、物流、運輸、観光の時短目的等により、国が策定した国家プロジェクトである、道路としての神戸淡路鳴門自動車道、 瀬戸中央自動車道、西瀬戸自動車道の3路線を、本州四国連絡道路と総称し、本州四国連絡橋の最大の機能となっている。また、西瀬戸自動車道には歩行者、自転車、原動機付自転車の専用道路も併設されている。鉄道は、小島、境でルートのみにある、JR 四国の本市備参線として共用している。部分は、日本高速道路保有。 債務返済機構が JR 四国に貸し付けている。なお、当初計画では、神戸、ナルトルートにも、鉄道を通す予定だった。こうした、道路機能、鉄道機能の他に送電線、導水管、光ファイバーケーブルも付設され、本州と四国を結ぶライフラインの機能も有している。本州九州間は、下関市と北九州下地区の、いわゆる、 関門エリアでしか接続ができず、また四国九州間は船舶というルートしかないということに比べれば、本州四国間は複数の接続ルートを持つため、一つの道路が途絶しても他でカバーでき、近畿、四国、中国が相互に行き来できる。神戸、ナルトルートの明石海峡大橋正式名称は、プロジェクト名でもある、本州四国連絡橋であるが、メディア等では、 様々な故障で表現され一家の例がある。なお、各々のルートごとや各橋ごとの故障も様々に存在する。その後激しい誘致合戦を経て、A、D、E の3ルートに絞り込まれる。この矢先にオイルショックの影響による、総需要抑制策で着工が延期される。その後1ルート3橋として進めることが決まり、順次事業化を手掛ける橋を拡大していった。 赤市海峡大橋大鳴門橋兵庫県神戸市、垂水熊湖から徳島県鳴門市に至る、全長 89.0km ルのルート、協梁機能事業費、約1兆5000億円南美山瀬戸大橋と、北美山瀬戸大橋岡山県倉敷市から、香川県坂出市に至る、全長 37.3km ルのルート、協梁機能事業費、約1兆1700億円来る島。 海峡大橋広島県尾道市から愛媛県今治市に至る全長 59.4km のルート、協力機能事業費約7500億円。ありがとうございます。